乐女星上白石萌音、小关裕太以及岸井雪乃这天出席一个代言活动。由于新冠肺炎在日本肆虐，早前日本全国更进入自述状态，而在居家抗疫期间，上白石就有一个新的发现。結構ステイホーム向いてました私。そっか、向き不向きが。なんかそのあの期間を経て自分に何が必要かなとか何をしてたらこう心が安定するんだろうみたいなことがちょっと分かった気がしたんですけど、まあそれにしてもやっぱりこう最後の項目あの仲いい子に会いたいのに会えないとかなんか映画館とか美術館とかも気軽に行けないこう感じがまだ私の中にはあるのでそういうストレスはあるなと感じますね。艺人的工作因为疫情受到不少影响，所以现在能够如常开工，上白石也特别感恩。あ、なんかやっぱり一度制限みたいなものを体験した後って、なんか当たり前のことがそうじゃなかったんだって感じることがすごく多くて、あ、こうやって撮影できるお芝居できるっていうのは本当に特別でたくさんの人の力があるからこそなんだなっていうのはすごく感じるので。在活动上，上白石还分享了自己现在最敏感的事情。不过答案就令同场的小关裕太非常惊讶。歌番組とかで歌われてるのよく拝見するので、やっぱりこうね、こういうふうにお仕事としてやられてる方が、普段喉気になる人よりもより繊細に気にすると思うので。上白石さんが今一番敏感になっていることはこちらです。どうぞ。お笑い。違う。違う全然仕事関係なくてごめんなさい。ポジティブだったすごくポジティブなことだった違いました。どういうことか教えてくださいいやなんかもう私お笑い大好きなんですよ。常にアンテナを張っていてこの番組が明日の夜あるとかそういうのを生きがいにしているのであの敏感ですね。でやっぱ笑うとこう健康的になったりとかするとも言われるじゃないですか。あの喉ももちろん大事にしてるんですけどそう意外でしたね。意外とっても意外でしたごめんなさい。なんかご自身お笑いやられたりとかしないんですか。しないです。しないです。もうあの傍観者です。あ、はい、見る専門で